彦坂直義です。チャンネル登録よろしくお願いします。なんていうかな、パンデミックっていうか、コロナウイルスの、流行がですね、衰えなくて、また第4波とかいうことになってきて、みんな悲鳴が上がってる中でですね、実は美術界のアートマーケットは非常に熱狂を、しているんですね。この間もFacebook の中の、水間さんが、言っていましたけど、いくらだかちょっと値段忘れちゃいますけど、100億円ってことはないと思うんだけど、とにかく大盛況でですね、一番売り上げを伸ばしたっていうんですね、今がね。で、それに対して美術評論家の市原健太郎さんがですね、本質論というか痛烈な批判を書いていて、そういうこうバブルに対してですね、批判を書いていて、で、その反動っていうのは来るだろうっていうことを言ってるんですよね。それは私もそう思いますね。私もたくさんのバブルを見てきたんですね。一番早いのがですね、1970年万博があって、その後にですね、油絵のバブルが来たんですね。つまり日本の、洋画の世界というか、それがバブってですね、一番、スキャンダル級に有名になったのは、誰だっけな、忘れちゃいましたけど、地味なアーティストが大変高額になって、バブったということがあります。それはだから、普通はそういう、投機の対象にならないような作家なのに、非常に作品数が少ないから、投機筋が買い占めてって、バブったんですね。で、そういうふうに、バブルというか、投機をしていくっていう人たちの動きというのは、その直接美術とは関係がないっていうか、つまり絡んでくるんですけども、本質的にその美術作品とつながっているわけではないんですよね。しかし、そのバブルというものが、つまり芸術と美術の美術芸術と無関係かっていうとですね、歴史的に見ると、17世紀だと思いますけど、17世紀のオランダですね、いわゆるフランドル地方と言われる地方で、絵画バブルが発生するんです。で、そのフランドル地方っていうのは、ヨーロッパの中でも一番、その中央権力っていうか、つまり王様がその権力を握っているという、その状態が弱い地域で、つまりフランドル地域っていうのが一番早く、民主主義的な動きになるんですね。で、そういう中で、絵画が、バブっていくわけです。で、この時代っていうのは同時に、つまり、なんていうか、簡単に言えばレンブラントの時代なんですが、そこから画商さんたちが生まれてくるわけですね。その中の一人がレンブラントなんですね。で、レンブラントの作品の作り方っていうのは、今から見ると、かなりそのバブルを前提にした、その、コレクター層を煽っていくような作り方をしていきます。私が具体的に見たのは、つまり、いわゆる今でもそうなんですが、レンブラントの、エッチングというか、銅版画というのは、今でもそのお金持ちたちがコレクションアイテムにしていくものですけれども、で、そういうものを作るときに、作品を完成して売っていくっていうんじゃなくて、未完成段階でも、作品を刷ってってですね、その途中段階を見せていくわけですね。で、それを、売っていくというような、商売の仕方をします。それから、もう一つ、これは実物は一応見てるんですが、よく分かってはいませんが、レンブラントがたくさんの自画像を描いていくわけですね。で、近代ですので、近代っていうのは、その何かって言えば、その個人主義の時代なんですね。個人主義ってどういう意味があるかっていうと、つまり社会というこう共同体の結びつきからこう離脱してですね、個々人がこう勝手にこうやっていくっていう時代の先駆けなわけですよ。そうすると、その個人が重要になってくるので、いわゆる近代個人主義が出てきますよね。そうすると、近代個人主義があるから、自分の顔を描くという自画像が、一つのブランドになるわけですね。で、それでどうって自分の顔を
書いていくわけなんですけども、それをですね、必ずしも自分で自分の顔を描くんじゃなくてですね、一つのブランドとして意識して、工房の中の、職人にですね、レンブラントの顔を描かせていくっていうことをするんです。で、そのレンブラントの自画像を大量に持ってるのはですね、アメリカのメトロポリタン美術館の向かい側にある、なんて言ったっけな、その美術家の名前忘れちゃいましたけど、あの確か鉄鋼王かなんかですけど、非常にお金持ちの人の大邸宅でありまして、そこが美術館になってるんですね。それの一番奥にですね、レンブラントの自画像がずらーって並んでるんですね。これはすごいコレクションで、うわーって言ってこう見るわけなんですけどね。だからその見るところまではやってるんですけども、それ以上の研究をしてるわけではないので、ただその中に、つまりその後いろんな雑誌とかなんかで分かってくるのは、そのレンブラントが描いてない、自分で描かない自画像という変なものが、かなり入ってるという話なんですね。まあ、そういうことを知ってればもうちょっと気をつけてですね、あ、これ本物、これは違うような、あの職人が描いたんだよなとかっていう見分けをね、する努力しますけども、とにかく初めて行ってザーッとその規模の大きさにもう仰天するのが精一杯ですから、よく分からなかったんですが、まあそういう時代ですね。つまり近代個人主義というものの、この頂点みたいなものを示す、時代なんですね。ですからその、まあ、自分の顔を描くというその自画像の系譜っていうのは、その後もいろいろ流れていって、まあ、それこそあの一つにはあのゴッホが自画像を描いてきますよね。まあ、あれはなんかそのモデルさんがいない時に自分の顔を描いてたっていうようなことを言われていますけども、とにかくそれでも、まあ、とにかく自分の耳を切るとかですね、そういう形でこうゴッホの自画像っていうのはそれなりに強い意味があるじゃないですか。で、何の話をしてるかっていうと、その自画像をやるということをもう一つ別の次元にしたのが、シンディ・シャーマンだったわけですね。シンディ・シャーマンがいろんな、紛争をして、設定をして、いわゆる近代個人主義の自画像っていうものを超えていくというか、自分自身というものが、括弧として自分自身があるというものを、解体して様々なものになっていくわけですよね。で、この場合シンディ・シャーマンの影響で始めるわけですけども、森村康政さんと比較した時に、どこが違うかっていう、まあ、違うんですね。森村さんのところには実はその、なんて言ったっけな、忘れちゃいましたけども、あの芸能プロダクションから声かかってきて、自分の芸能プロダクションに入りませんかって吉本興業からかかってきて、声がかかるわけですけど、彼の参加しませんけども、つまりそういう芸風だったんですね。つまり、コロッケみたいなモノマネ芸人と同じで、いろんな人になってそのモノマネをするっていうことを見せていくっていう形で、自画像を、だからチャップリンになってみたいですね、ヘレン・ケラーになってみたいですね、そういうその芸というのかな、そのお笑い芸として彼はやっているので、それ実際問題として森村さんの作品は非常に人気があるんですよ。そういう意味で、まあ、分かりやすいんですね。あの伝統的なあのモノマネ芸人の、ところに芸術というものを落とし込んでいるわけです。それに対してシンディ・シャーマンの場合にはですね、同じ人物とは思えない部分があるんですね。あのシンディ・シャーマンの問題は、そのシンディ・シャーマンっていう人が一番最初の仕事として百面相みたいな作品をやって、これも日本でも展示されてますけども、つまり正確に私が言ってるわけじゃないですけど、伝聞でもって、一応私の思い込みを言うだけですけども、つまり自分自身が誰だかよくわからない人っていうの、シンディ・シャーマンっていう人がね。だけどほら、私たちはそれは必ずしもね、なんていうか、人ごとの問題じゃなくて、自分が自分で自分は何なんだっていうのはさ、わかんないっていう面があるじゃないですか。で、それでもってその他人になっていくっていうような面はあるわけですね。で、まあ一人の普通に成人になった場合にですね、子供に対しては自分は父親を演じるわけですよ。
で奥さんに対しては自分は亭主を演じるわけですよ。で友達に対しては何々を演じると、ね、で画廊に対してはアーティストを演じると、こういろんな演技をしながら一人の人間として生きていくわけですよね。でですからそういう意味でもともとその自分自身が確定できない要素っていうのがたくさんあるという、つまり現在の個人主義というのは、17世紀18世紀の近代個人主義よりももっと複雑な状態になってるわけですね。で心理シャマンがやるのはそういう領域なので同一人物とは思えない部分があるんですよ。だからその凄みっていうか、あの森村さんの場合は何を演芸しようが常に森村康政さんなんですね。だからそういう安定したものを日本人は見るわけです。で日本人は近代個人主義だと思ってるんです。つまり近代個人主義はもうとっくに終わってるんですが、日本にこう近代個人主義が遅れてきますね。大体どんなこと言ったって50年以上遅れんですね、日本っていうのはね、後進国です。だからその遅れてくるものを、森村さんはこう 演技していくので、でそれを安心してまた日本の観客が見ていくから、どうしても心理シャマンと比較したときに、まあつまり100年以上の差がついちゃうっていうかですね、でまあ芸術上の問題にならなくなるんですね。やっぱり現代芸術とか現代アートって先端の芸術というのは、まあ、アーティストというものがその時代時代によって変貌していくわけですよね。で人格が変わっていくわけですね。ですからその人格の変革を持って、作品を作っていくという高度な人格性とその作品が連動しているので、森村さんの場合には心理シャマンを真似してモノマネ芸人の範囲を超えないので、まあ、ローカルなアーティストというふうに言えます。で日本の場合にはそのローカルなアーティストでも、つまり日本の心理シャマンとして森村康政をこう、称賛していくという構造がありますので、だからまあ日本の場合には日本の何々、日本のゴッホっていうような形でね、その日本の何々をこう求めていくわけですよ。つまり代用品というかね、そういうものを求めていくので、だからそこにこう信じる人いるんですよ。だから日本は日本で iPhone もあれは日本は日本で日本の独自の iPhone を作ってんだとかね、日本は重要なことは全部独自に作ってんだっていう、そういう日本教ですけどね、全てそう日本人は日本人で埋めてるというふうに思い込むというそういうレベルなんですね。で今話が全然脱線してんですが、話を戻していくとですね、今のそのつまりアートマーケットの熱狂というのも、まあ、実はつまり、日本の熱狂という問題よりも海外の、アート市場がそのパンデミックのおかげでもってこう、ね、活気を呈しているわけですね。つまり、まあ、パンデミックがあって疫病が流行って、そうするとお金持ちたちには実は そこでこうお金が流れ込んでんですよ。どういう仕組みなのか私はよく分かりませんが、儲ける人たちがいるわけですね。で、まあそういうそれは一つは分かりやすいところで言えば 株なんでしょうけども、株だけじゃなくて、なんかとにかく現在の金融市場の不可思議さみたいなものが、高額の収益をお金持ちたちに、生み出してるわけですね。でそのお金、まあ、それからあと政府関係が、パンデミックで被害を受けているだろうと言って、まあ、例えば1人10万円こう支給するとか やりましたよね。あのお金をつまり使っちゃわないで海外投資にしてもっと増やしてる人たちがいるわけですね。だからお金というのは、まあ、使っちゃいけないというか必要なものを使うわけですけど、同時にその、まあ、それを投資にして、お金を増やしていくっていうことに真剣な人たちがいるわけですね。その人たちがアート市場で動いているわけですね。でそういう海外の動きを日本人がまた真似しているわけですね。それで、まあ、熱狂しているわけですよ。で喜んでいるわけですね。で、まあ、ともあれそういう形で美術市場は活気を呈していて、大変にバブってるということなんですね。で、まあ、それは、SBI オークションだと昨日とか一昨日とかそういう段階ですね、終わったのがね。で、私も少しだけですけど、
覗いてみたんですね。ネット上で見られますので、まあ、そうするととにかくこう全然違う状態っていうのは見えるんですよ。また話が長くなってますが、大切なことを言おうとしてた部分がありますので、言いますと、つまり私がですね、デビューしたというのは大体1970年ぐらいですから、その段階っていうのはあくまでも画商さんがいて、アーティストがいて、展覧会開かれていくと、で、まあ、画商の時代に移っているわけですよね。で、そういう時代で、だから画商がいてアーティストがいて、といって美術作品を売ってくれるのは画商さんというふうにな時代だったんですね。それが激変していくのは、1985年のプラザ合意なんですね。1985年のプラザ合意で、一つにはあのヨーロッパの状態が変わるのは、つまりプラザ合意で ドルの価値観が変わるんですね。だから、まあ、日本でいうと1ドル360円だったものが、300円ぐらいまで上がる。つまり日本の価値が高くなるんです、円の価値がね。で、そういうことが、世界各国の貨幣の質を変えていきますので、つまりドルが弱くなったってことが世界の国際市場の価値を変えていくわけですね。で、それを背景にしてイギリスのサーチ&サーチっていう、巨大な、広告代理店が美術市場に入ってくるわけですね。その美術市場に入ってきた代表的な作家っていうのはダミアン・ハーストだったわけです。で、ダミアン・ハーストが、若い学生たちを集めて、廃屋というか、そこで展覧会をやるっていうのはフリーズ展で、そのフリーズ展がデザインとして非常によくできてるんですね。で、その時のカタログを私は、まあ、買いましたけど、まあ、私が買った時は3万円ぐらいの値段だったかな。で、一応買った持ってたんですよ。で、まあ、売っちゃいましたけどね、まあ、後で売っちゃったもんだから後悔はしてるんですが、一応全部見てるわけですね。そうすると、まあ、そのダミアン・ハーストのやり口というかな、学生時代に作ってる作品を全てその、高度にデザイン化した、作品集の中に積み込んでまして、それが後々に彼の作品 その、オークションに出てくるんですね。で、そういうことをやるときに、だからそれを高く評価して、サーチ&サッチが、まあ、一種の画商であり美術館を作るというようなことをして、イギリスの現代美術の活性化に参与してくるわけですよ。で、そこから美術作品の値段が、まあ、もう一段階上がっていくわけですね。で、そういう流れに対して、それの流れにこう対応していったのが森村康正さんであり、名前が出てきませんが、発光ダイオードを使った作家ですね。で、そういう人たちの成功を若い学生段階で見ていって、それにこう自分もついていこうとしていくのが村上隆さんなんですね。で、村上隆さんと、森村さんとか、宮島達夫さんと、違うのは、彼はやっぱりダイレクトにアメリカの中に入ろうとしていったということだと思います。まあ、これ以上やっていくとまた村上隆郎になるので、それはまた別の機会にということで終わりますが、ですから私が言おうとしているのは、今 そのバブルっていうか、その、パンデミックによってダブ同時発生してきているアートバブルっていうのはですね、確かにその、まあ、確かに問題があって一時的なバブルでしかないんですが、しかしその美術っていうもの自体っていうか美術市場そのものが、大幅に変貌してきていることは事実なんです。ですから先ほどから申し上げましたけど、17世紀のフランドル地方から始まった、美術もですね、実はそのバブルと重なってまして、まあ、一番最初にバブルが始まるのはチューリップバブルなんですけども、つまりチューリップの花の絵の陶器運動ですね。それが最初のバブルでありまして、それに連動して、美術作品の、オランダ絵画の、バブルがありまして、
でアーティストの数がものすごく増えるんですね。でパン屋さんの数よりも増えたって言われてますね。でそういう形でその、アーティストがバブった市場に対応していくっていう形で、近代、モダンアートですね、モダンアートっていうのは出発していきますので、そういう面は非常に色濃くあるんです。だから単純に端折って簡単に図式化するのは良くないですけども、つまりもっと複雑ですから、ですからそのまあ今の騒ぎというのは当然このパンデミックが終わればですね、沈静化していくと思いますが、まあパンデミックがだからあとどのぐらい続くかっていう問題があるんですよね。でこれはまあパンデミックっていうか流行り病の、前例としてあるのはスペイン風邪って言われるやつなんですね。このスペイン風邪っていうのは、大体3年続いてます。3年続くってことは2020年から始まってますので、2023年まで続くってことですね。で今年が2021年でしょ。だから22年23年っていう形で結構大変なわけですよ。でさらにその前のパンデミックっていうと、黒死病、ペストですね、黒死病なんですね。これは4年続いてますね。ですから、そのレベルで来ると、もう1年伸びるわけですよね。そうするとかなり大変なんですね。まあそれで終わってくれるのかっていうのはよくわかんないですね。人によると、いや10年は続くよとかね、終わんないんじゃないとか言う人たちもいるので、何とも言いませんが、まあそういう状態でありまして、どちらにしろですね、美術市場が今その活性化してるっていうことがですね、本来的にその美術作品を SBI オークションだけ、その日本の SBI オークションなんて欧米と比較すれば全く小さいわけですけども、でも SBI オークションを見ててもですね、美術アーティストがなんていうかな、制作してそれをギャラリーさんを通してやっていくというような時代が終わっていて、アーティスト自体がダイレクトに、オークション会社で、作品を売っていく時代になっているなということは、遅まきながらなんですけど、その私なんかは今回見ていて、非常に強く感じましたね。まあ確かにそうだよなというふうに思います。ですからまあまあそういう動きもストレートにもっと早くやってたのがですね、私が見てた限りでいうと、蔡國強さんですね。蔡國強さんニューヨークに出てってもですね、実を言うと画商さんにつかなかったし、それからアトリエもなかったんじゃないかな。あくまでも直に、オークション会社となんか取引してたように見えます。一回行って話してはしてるんですけどね、一回だけですけど、まあ人もとにかく全然やることのレベルが違ってるのでまあだからただそういう時代に変わってきてること自体は変わってきてるんじゃないですか。つまり近代に、つまり画商さんの発生っていうのはあくまでも17世紀ぐらいの、フランドル地方で発生した画商という商売でありまして、それがまあほぼだから一番繁盛するのは19世紀のパリなわけですね。でこの動き自体が、まあ終わってきて次の段階に入ってきてるというような状態はあると思います。まあそういう話でございました。以上です。ご清聴ありがとうございました。